はい、皆さんこんにちは、タイトです。今日は GK に必要なストレッチを紹介したいと思います。しっかりと足を広げて、まずは右から少し反動をつけながら10回ずつ、逆のこの手がつま先を触れる感じで伸ばしていきます。では逆、伸びている部分をイメージしてストレッチを行ってください。はい、次は、足を両方広げて伸ばしていきます。できるだけ、無理しすぎないように足を広げて、つま先はしっかり前向けてください。で、伸ばしていきます。これもちょっと肘をこう曲げながら振動を軽くつけて、息を吐いて伸ばしていってください。はい、次は、よく X ブロックをするときにこう足を広げますよね。その時に必要な、柔軟性を上げるストレッチです。まずしっかり横に足をこう広げていきます。で、手はついていいので少しずつ振動をつけながら伸ばしていきます。できれば少しずつ深く伸ばしていきます。この時に呼吸を止めずに息を吐きながら、伸びるとき息を吐きながら伸ばしていってください。はい、では反対いきます。振動をつけて少しずつ深く伸ばしていきます。足を広げてやった後はちょっとお尻を地面につけて伸ばしていきます。この時も足伸ばしながら、次は両手でつま先に触って手を広げ、触って広げ、この X ブロックの時の姿勢を意識しながら動かしていきます。広げるときは胸を張るようなイメージで行ってください。これも10回ずついきましょう。終わったら反対いきます。膝立ちになって足を前に出します。そして少し前傾になって、このまま広げていく。つま先を触って広げていく。つま先広げ、広げ。はい、これを行っていきます。次反対です。膝をついて足を前に出して。広げ、広げる、つま先広げる、つま先広げるですね。つま先広げる、つま先広げる、つま先広げる、つま先
広げる。この時視線もしっかりとつま先を見て前を見、つま先前見、しっかり連動させてください。体もなストレッチを少し紹介しました。やっぱり GK にとって柔軟性っていうのは、必ず必要なことで、この柔軟性がなければ、まあ、スキルの向上っていうのもなかなか、伸びないですし、プレーの幅も広がりません。やっぱり柔軟性があれば足もっと広がれば、届かないボールを、足を広げて取ることもできるし、そういうところ含めて柔軟性っていうのはすごく大事です。しっかりこれは行ってください。練習の前、練習の後、あとはしっかり体が温まっている時ですね。温まってない状態で急にストレッチをしたりすると逆に、筋肉を痛めてしまうことがあるので、そこは注意しながらやってください。はい、では今回も見ていただいてありがとうございました。もしよければチャンネル登録、あとは何かこういうストレッチを教えてほしいっていうことがあればコメント欄に書いてください。はい、では今日は聞いていただいてありがとうございました。